中東中心に、まあ、秋を感じる様子がよくわかります。でこれにある図を重ねてみます。はい、では蓋の取りっていう図ですね、はい、イスラム教の人たちが蓋を食べるんですね、はい、ですから、イスラム教徒の多い地域と、蓋の地域が一致していなくて、ほとんど重なってないので、はい、そんなようなことが重ねることによって、ね、分かると思います。なるほど、2つのポイントを重ねることによってそれがよりはっきり分かるんですね。そうですね、はい、まあ、こういう道具図を使うときには、成績図ですね、それを使うということですが、でこういう分布図は統計地図の一つです。で数字の手だと分かりにくい内容を、地図にすることによって明瞭に認識することができます。こちらの地図、こんな統計地図学ぶでご覧ください。これはですね、私の学校の生徒が夏休みに作った作品です。ダンハカ、ビシハカと書いてあります。牛肉と豚肉の消費量が県によってどう違うかを表したものなんです。東が緑で西が赤と色がはっきり分かれてますね。赤が、牛肉の多い地域で、はい、緑が肉の多い地域、よく東の豚肉、西の牛肉というふうに言われますけども、はっきりそれが出てます。このように県などの行政上の地域を単位にして団体区分した地図を、階級区分図というふうに言います。何段階に分けるか、あるいは区分する前の大きさをどうするか、それによって全部違った内容になります。着色する場合には何も多いですね。これも気をつけないと